上皇寺さんに来ております。こちらはですね、同じように平泉から運ばれた弁慶の首がですね、まあ、吉野首と一緒に運ばれたんですが、首実験の後、その首と御霊がここに祀られたという、八王子社の流れを汲むのが上皇寺さんみたいですね。ですがこの中に弁慶塚があると聞いたんですが、これは庚申供養塔ですね。弁慶塚、弁慶塚さんはどこでしょうか。これがまあ、あれ、こっちら辺かな。ちょっとこの辺りでしょうか。上皇寺の茅って書いてますね。天然記念物、大きな古木ですね。大きい境内の木が多いんですが、どれが弁慶塚なのかちょっと分かりませんね。いろいろあって、弁慶さんがどこに眠ってらっしゃるのか、ちょっと僕も初めてだったので、弁慶塚さんはわからないんで、今調査中です。弁慶さんはどこにいらっしゃるんでしょうかね。野口米次郎、米次郎ですかね。米次郎ですかね。あれ、米次郎さんではなくて、弁慶塚がわからない。ちょっとわかりません。